分でアニメ紹介小林さんちのメイドラゴン。ある日、OL の小林さんが出社しようと自宅のドアを開けると、そこには巨大なドラゴンの姿が、状況を理解できずにいるとさらにそのドラゴンが女の子の姿になり、メイドとして働かせてほしいという。話によると前日に泥酔した小林さんが瀕死の状態で異世界から迷い込んだこのドラゴン、トールを助け、うちに来ないかと誘ったとのこと。こうして人間の小林さんとドラゴンのトールとの新生活が幕を開けることに。その後もトールの世界から続々とドラゴンが訪れ、人間界に暮らしていくことになるのですが、割と簡単に食べ物やゲームなどで怪獣できたりするのでキョロゴンと揶揄されたりも、クリームパンやネトゲで演歌、京都アニメーションによる制作ということで魅力ある仕上がりとキャラ演出になっており、2期でも新しいドラゴン、イルルが増え、小林さんの日常は賑やかさを増していくことになります。原作はキャラごとにスピンオフも多くあり、どのキャラも人気であることが伺えますね。カンナちゃんの可愛さマジやばくね。